愛知県立一宮南高等学校は愛知県一宮市にある公立の高等学校。1979年に全日制普通科の高校として創立される。開校前には敷地内において工事作業中に弥生時代の土器などが多数発掘され、紙面を飾った。愛知県の高校入試における一学年の募集人員は320名であり、学区は 終わり一軍 A グループに属している。2009年には創立30年の記念の年を迎えた。毎年多くの生徒が入学自身学を希望し、地元は少なく地方の国公立私立大学へと卒業生を輩出している。2年次からは文系理系にクラスを分け、さらに3年次からは文系を国公立大学志望と私立大学志望に分けることで、 個々の志望する進学先に見合った類型を選択し、それに見合った学習指導を受けることができる。校訓は創造と勤勉である。第一学年の生徒は何らかの部内指導公会に所属している必要がある。運動部には男子バレーボール部、女子バレーボール部、サッカー部、野球部、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、剣道部、男子ハンドボール部、女子ハンドボール部、 男子バスケット部、女子バスケットボール部、柔道部、卓球部、水泳部、陸上競技部、バドミントン部がある。文化部には、吹奏楽部、ボランティア部、美術部、家庭部、坂道部、演劇部、自然科学部、写真部がある。名鉄バス、元山バス停が、最寄りの交通機関である。尾張一宮駅、もしくは岩倉駅より出ているバスで向かうことができる。 ありがとうございます。